はい、宮下です。さやぐささん、はい、今日は、ビームスさんの、ご紹介でビームスグループのコンペに来てくださいと言っていただいて、はい、2人で出ることになったんですね。コンペに潜入取材をする。コンペ出たことない。ないよね。初コンペじゃない。全くない。かつビームスゴルフのコンペなので、やっぱり全身上下くらいはビームスで決めないとダメなわけですよ。そうですね。それは礼儀じゃないですか。はい。なのでビームスの服僕持ってないので、お店に来ました。はい。コーディネート、コーディネートお願いします。お願いします。はい、あのこのお店はですね、はい、有楽町駅から多分歩いて2分くらい。そうですね。日比谷駅、そこに口が見えるので多分30秒くらいのめちゃ近いところにあります。それでは行きましょう。行きましょう。じゃあ早速さやぐさ心カメラで行くんですね。さやぐさ心カメラで行きます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいました。とかでよろしくお願いします。さっきちょっと言ったんですけども、はい、ビームスゴルフのコンビに行くことになったので、はい、男性用のコーディネートをお願いしたというか。その後女子に来て、はい、うちのビームスゴルフはカジュアルテイストと大人っぽいシックなものとテイストがあるんですけど、お客さんシックな方が、はい、お似合いなの。普段模様を極力なくしていきます。はい、じゃあちょっとそっち行きましょうか。で、はい、こっちカジュアル、こっちカジュアルです。で、男性のちょっとシールっていうのはこちらで。お、すごい男性のアイテム充実してますね。こちらのアイテムはどちらかというと、ワンポイントが、あとは今年はモノトーンな。モノトーン。あ、カラーを一つ。そうですね。結構ゴルフ派手なお洋服のイメージなんですけども、それではなくてちょっとモノトーンなイメージで、これとか面白い、ストレッチって書いてある。ゴルフなんですごいこう機能的な、はい、メイドインジャパンとか、これとかもすごく軽くて、これかっこいい、暖かくて、うん、ね、スタイルがよく見えそう。このウエストラインがキュッとするから。あ、そういうこと。うん、慣れてない方は難しいアイテムかなと思います。ですよね。こういうのが一般的なゴルフの、ね、うん、イメージですよね。でもここはやっぱちょっと、まあ、着てみる、普段着ない感じで行きたいですよね。わかりやすい。そうですね。あ、もうこれはもうすごい分かりやすいですね。これは人気のアイテムです、うん、なんかよくゴルフ場でもやっぱ風も防寒対策もできるし、多少の雨もね、うん、平気だし。こういうものの上ってこういう丸首のものをつけるの、それとも襟付きのものを着たら絶対ダサいとか、そういうものがあるんですか。どっちでも合う感じなんですか。どちらでも合いますよ。はい、大丈夫です。あとこういうものも普通に見えるんですけど、あ、シャカッ、そうなんです。あ、裏地が一枚生地を貼ってるので、すごくこれ機能性であったかくて、うん、風をシャットアウトする素材なので、うん、一見普通に見えるんですけど、こういうものはすごくこう、あ、でも軽いですね。はい、今年は結構パープルとか、うーん、ゴルフ行き慣れてる感もしますね。はい、僕は黒いパンツを持ってないんですよ。はい、だから黒いものに合うものがいいかなと、ここちょっと見て思いました。はいはい、こういうちょっとあったかそう、あったかくて履きやすい、ストレッチ効いてる、冬場に仕事してくれそうな、はい、いいと思います。これはすごいです、うん、これ他に上に着るとしたら何かありますか。そうですね、普段のお洋服に近いイメージなんですけど、これも裏があるんです。裏があるんですよ。ああ、すごい、カーディガンの形なのに裏地がついてる。今着てるのに似てます。なんかね、すごく着ていっちゃうよね、結局、うんうん、仕事場に、うん、なるほどね、合いますよ。個人的にはこういうパープルにね、白の中にパープル、パープルあんまイメージないね。ない、持ってない、うんうん、ね、じゃあシックなの一つ決まりましたんで、はい、ではレディースのシックな方に、はい、山下さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃああちらに行きましょうか。はい、あ、もうなんか似たようなのが、あ、なんか似てる。これは一緒です。一緒です。お、すごい。じゃあペアコーデもできちゃう。そうですね。私がおすすめするのはシックな方であえてこういうペアがいいかなと思います。うん、カジュアルの方はちょっと逆にね、うん、別々の方がいいと思います。また中変えることでちょっとイメージ変わります。そうですよね。はい、あえて上黒、うん、そうですね、下紫的な、うん、下紫ちょっと暗すぎる、うん、そうだよね、
ちょっと変わってきました。こっち側も行ってみましょう。あ、また全然違う感じの、ね、ちょっとまた男性とは違いますけども、女性の中でもこれちょっと色を抑えたアイテムが、着方によっては結構カジュアルっぽくもなりますね。そうですね、うん、結構分厚いので、うん、次の秋のコンペにはちょっとまだ分厚い、ね、うん、そうですね、ちょっと分厚いかもしれないです、うん、例えば色を変えたブレーに、うん、あえてパンツ短めの、短めのね、可愛いですよね。こういう時はどういうソックスを履くんですか。あ、でもソックスは、うん、ちゃんと見えない、肌が見えない、見えなくて、はい、見えちゃうとまたゴルフっぽくなる。黒のパンツですもんね。うん、あえて中に、ああ、なんか急に、うん、大人っぽいイメージ、大人っぽくね、ちゃんとしてる人だね。なかなかね、ここまでシックな感じでコーディネート組んだことがないんで、うん、そうですね。なんか黒が気になる。黒気になります。その下になんかちょっと元気な感じの下に履くとしたら、はっきりじゃないですか。パンツをグレーにするか。こういうの好き、ね、こういう服、こういうね、こっちはちょっと挑戦って感じ、挑戦、そのストライプパンツの丈感といい、じゃあこれにします。これにします。うん、はい、はい、ちょっと太い、赤くなって気持ちいい、なんかちょっといつもと違うかも。意外と黒のこのシンプルだな。ポーズ取りやがった。はい、はい、どうですか。うん、ちょっとこれは太いけど動きやすい。え、サイズよりちょっと太めのやつですよね。実際のサイズはより1個大きい、1個大きい、うん、だけどこれがやっぱりね、良くてここが軽い、あったかいけど触れる、何も引っかからない。あとね、このシャツが何気に着やすい、肩回りが、うん、私長袖で2枚着てるけど全然ゴワゴワしないです。多分この裏地がすごく性能がいいから分厚くなくて。ソロどうですか。いいんじゃないですか。ちょっとなんか若く見えるから大丈夫。実年でちょっと若く見える服かなっていうのが若干大丈夫。じゃあ人気だからじゃない。これいいんじゃないと思うんですけど。ダメです、もう一個着ますよ。これはシックな方。コンペに行ったらアイテム的に被りそうです。結構ありますよ。いや、でもその色も被らないですし、はい、でもあのゴルファーとしてあのきっちり着てるなっていう感じですね。うん、確かに、うん、きっちり感は相当ありますよね。ビームスさんはね、丈がおしゃれだよね。ちょっとね、あ、本当ですか。ありがとうございます。丈がね、うん、ウエストラインで、うん、すごくいいです。じゃあ次行きましょう。はい、はい、チェンジ、はい、じゃあカジュアル編いきます。はい、山下さんがちょっと作業中なのでちょっとざっと見ましょう。若い、あー、これ分かる。こういう人います最近。どういう、おしゃれ、なんかサングラスつけないといけない、おしゃれ、ビームスのマスク、こういうのすごいね。このスパイクもすごいね。こういうゴルフもしたいですね。あ、山下さん帰ってきてくれたよ。山下さんだいぶワイルドな、はい、そうですね、太めのパンツですね。これ結構太めです、うん、今こういうのもあると、ね、もうこうやってこういうのでこのパブリックでやってる感じがしてなんかいいですよ ね気楽な感じ、ま、ちょっと気楽な感じです、はい、カジュアル。どんなカジュアルにしますかね。チャンピオンもあるんですよ。そうなんですよ。おーほー、すごい、野球選手みたい。いや、でも新しいゴルフ、チャンピオンゴルフはレディースはないんですか。レディースはないんですよ。おー、レディースはまだコラボしてないんです。そう、コラボしてないんですよ。これはコラボレース、交互期待ですね。ここにしか売ってない。売ってないです。へぇ、本当だ、ね、本当だ。これもすごいですよ、だいぶチャンピオンですね。あ、なんか兄その赤とかちょっと私着てみてもらいたい。あ、なんか赤でね。あ、なるほど。あ、いいじゃん、チャンピオン中赤。チャンピオン、すごくチャンピオンなんだな。この店しかない。この赤のハイネックにビームスのなんか合わせるとしたらなんかどんなのありますかね。そうですね、これに合わせると。こういうの買っちゃうんだ。そう、兄こういうの多いから、ね、買っちゃうんですよ。兄こういうの多いです。ベストとか。あー、来た。あ、おしゃれ、うん、
素晴らしい。中はインナーは中でちょっとこうやっぱり隠すような感じね。これはリーとコラボレートしてるタイプで、ちょっと本当にこうこういう感じもね、おしゃれですよね。なんか山ですね。なんか違うぞ今までと。ちょっと今年そのカジュアルなオレンジレーベルのテーマがちょっと80年代アウトドア、うん、でちょっとこう、うん、ゴルフなんですけどちょっとアウトドア、何ホラー、アメリカのホラー映画みたいな、すごい。そのコーディネートは自分じゃ思いつかない。これも同じリーなんですけどちょっとこういうジャージ素材で、すごい野球のピッチャーみたいね。こういうのもおしゃれですよ。でもなんか軽くなんかドライバー振ってそんな感じあるよ、うん、ね、全然明るい部分、若く見える。この形がいいなと思って、これ、はい、これもいいなと思って、どうせ行くんだったら、行くんだったらこれは、てかこのパンツ履いてるのどうなるのって感じ、ちょっとすごいね、こちらのジョン・デイリーみたいだね、うん、ね、あいいかも。すごいね。だいぶ違う。だいぶ違います。これに合わせる服を一切持ってないけど、すごくわかります。ね、はい、はい。決定しました。リリースカジュアルを選びます。今あの山下さんがこの同じベストの感じに合わせてヤガが入ってるから、ちょっと赤をスパートで。一応まあ男性女性でくくりは一緒にベストにして、うん、で今年のビームスゴルフのリリースの星が星が大きすぎないからいいですね。大人でもこう入れそうな、ね、うん、もしこういうちょっと大きめの星を、大きめの星が来ました。このシャツ着て、あよくこういうのします、ね、私します。よくこういうこれ多いですね。ベスト楽だし、ね、もう脱ぎ着もできるんで、下のスカートも落ち着いてるからいいですね。その上のボルド、うん、ね、真っ赤じゃないからいいですね。これはやっぱ可愛いですよ。なんかビームスのワンピースの形が結構上に持ってこれるので、それがまたいいかな。これもすごい。これ1枚ですよね。これ1枚ですね。1枚型ですよね、はい、スポンで終わりだじゃん。スポン簡単ですね。簡単です。ちょっと暑いかな。中にタートルを、あ、なるほど、ちょこっと向こうも赤のタートルだから、ね、なんか見せられるか。うん、本当はなんかポロシャツなんで、うん、こっちでもいいんじゃないですか。あ、そっか、まあ、ほとんど見えないんですけどね。でも一応着といた方が中にちょっとこう出るような、はい、見せる。なんかゴルフが軽くなっていいですね。ね、すごいカジュアル。こっちですかね。うん、僕のやつが派手すぎるから、はい、逆にいいと思う。ね、可愛いです。じゃあこれで。これにします。はい。はい、こういう仕事する人じゃないんだけど。誰かと思った、はい。どうですか。全然違う。これめっちゃいい。めっちゃ、めっちゃゴルフしやすいこれ。なんかすごい新しいバランス。これも着やすい。すごい着やすいこれ。ベストと合ってますね。服が変わると人ってこんなに変わるんですねっていう、ね、恥ずかしいけどコスプレな気持ちになる。そこまでではない、うん、またイメージ違って、うんうん、さっきあとそのまっすぐな帽子がね、いいですね。はい、チェンジ。え、どうですか。かなりカジュアルダウンしました。ゴルフ感ある。一体型も一体型で全然動きやすいし、生地がね、スウェットなんですごく伸び縮みしますね。なんかこう結構スカートとかあの伸び縮みしないとスカートが上がっちゃったりするんですけど、はい、ワンピとかだとそれが全然伸びるんで、スイングしても上がったりしなくて、ね、ゴルフしやすそう。あと袖丈がそんな長くないから、うん、いい感じです。ポイントでね、赤を合わせてみたんですけど、ね、さっきとイメージ違って、うん、はい、はい、です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、初のファッション。面白いですね。面白いよね。ただこのテイストに一回行ったらもうちょっとこの方向に行かなくちゃいけないっていう怖さがありますよね。本当ですか。
ね、なんかでも、うん、でも冒険も大事ですよね、ゴルフだからできる服装って、ね、っていう感じがすごいする、はい、ドライバーとか飛んじゃうかも、パターとか上手くなるかもしれない、動きやすいっていうか、ここの服動きやすいです、ありがとうございます。夏、春夏がすごい派手だもんね、そうリゾート感があってブラジルみたいなところで良かったけど、こっちはね、違う感じので、コンペが16日ですね、11月16日、ぜひ楽しんで、そうですね、楽しんできます、はい、はい、あのビームスを買ってる人たちがいっぱい来るわけじゃないですか、はい、だからそういう人たちと交流を楽しみます、はいはい、あれですよね、当日何を着るかっていうのはお楽しみなんですよね、楽しみです、はい、どうなるか、また全然違うの着てくるかもしれないです、もしかしたら、はい、では皆さん当日のコンベも楽しみにしててください、潜入取材になります、普段呼ばれる側なんですよね、はい、参加する側じゃ、潜入する方じゃないですか、みんなに来るよって言われていいことしかないですからね、うん、一般参加枠ですよね、一般参加枠なんで今回では、楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は、左の動画をタップ。チャンネル登録は、右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。